来は如実に三害の相を知見するに、生じのもしは体、もしは質あることなし、また財政及び滅度のものなし、実にあらず、子にあらず、女にあらず、意にあらず、三害の三害を見るがごとくならず。これが法華経如来寿量本の言葉です。大体ここに挙げたね、法華経っていうのはね、お経はね、仏教のお経は、まあ、大正真宗大蔵経じゃ一万何千っていうね、巻があるけど、それの中でも本当に一番大切なお経っていうんで、仏教経典の王って言われてる大切なお経です、あの法華経はね。その法華経の中でね、また大切、これ28本あるけど、その中で大切な使用本って言って大切なお経が4つある。あの方便門、安楽行法、如来寿量法、それから、観音不問門ですね。この4つが特に大切って言われてる。その使用本の中でも一番大切なのが今のこの如来寿量法の言葉です。いや、私がこういうふうにね、もったいつけて話するのはさ、この言葉がいかにその重要な言葉かっていうことをね、言うために権威づけてる。で、この大体ね、今の使用本の一番初めの文の方便門にね、如来はこの世に何のために出現したか問いが出されて、如来はね、その仏さんはね、修行にあの仏の仏祖知、仏師知見ですね。仏師知見の開示誤入せしめんがために修行をしてですね、修行をして仏師知見を開示誤入せしめんがためにこの世に出現したもの、こういうのがあの方便本に出てくるんです。これはあのあれだって言って、それでその仏の知見だけは知りたいと思う。ところがね、仏の知見っていうのはね、その方便本には仏の知見とは何かって出てこない。ほんで、まあ、ずっと法華経を読んでってみて、結局あの仏の知見のね、そのあれですね、あれが出てくるのが今言ったその如来寿量本です。如来寿量本の中に、如来如実知見三害思想無無無生じ虐待虐出虐無財政重滅同社非実非行非尿非意風尿三害健尿三害ってね、そういう、まあ、あの如来寿量本読みはそう出てくる。これはまあ私坊主になった初めからそういう言葉は知ってた。だけれどこいつがまさに方便本のね、仏師知見の答えがそこに書いてあったら分かんなかったね。これ如来如実の知見というんだから、如来というのは仏様のそれの如実の知見、まさにこれなんです。それがこの如来は如実に三害の相を知見するに、生じのもしは体、もしは質あることなし、また財政及び滅度のものなし、実にあらず、子にあらず、女にあらず、意にあらず、三害の三害を見るがごとくならず。これがだから一番大切な言葉だ。ところがこれね、これ読んだからって皆さんちょっとわからないでしょ、この言葉や天候をね見ても。
で、いや私自身もだから前からお経としちゃ読んでたけれど、その意味は分かんなかった。で結局これをもっと平たく言ったのが今ここにあげる大事序論のね、この生じは名字のみあって実なし、世界の法の中には実に生じあれども実相の法の中には生じあることなし、これなんだ。ところが これまで読んでもちょっとわからない。いや我々の世界の法の中に生じがあるのはわかる。だけど実相の法って実相はどんなんだ、これがまたわからないじゃないですか。で実相と世界とどういう関係があるのか、これはわからない。それでね、これ私がこの話あれを温めすば、まあ私も沢木老師が亡くなってから10年間、昭和40年から50年までね、安泰寺あれしてた。だけどこれ昭和50年で隠居して、あこれからはもう死ぬだけだと思ってね、それでそのために道元禅師の正法元蔵の生死の巻を一生懸命温めてた。で結局大垣にいた頃ね、あれですね、この生死っていうね、私の変な詩みたいなものを作ったわけだ。手桶に水を汲むことによって水が生じたのではない、天地いっぱいの水が手桶に汲み取られたのだ、手桶の水を大地に撒いてしまったからといって水がなくなったのではない、天地いっぱいの水が天地いっぱいの中にばらまかれたのだ。人は生まれることによって生命を生じたのではない、天地いっぱいの生命が私という思い固めの中に汲み取られたのである。人は死ぬことによって生命がなくなるのではない、天地いっぱいの生命が私という思い固めから天地いっぱいの中にばらまかれるのだ。詩みたいなものをね、だから昭和51年ぐらい作って、で、まあ、私の本の中にいくつか書いてるから皆さんも見られてる方あると思う。でまあこれ割に私としては非常に分かりやすくしたつもりな、ところがまたその後ね、もう一段と「ははは生じってこういうことか」っていうねことを悟ったね。でまあその話もちょっと付け加えておくと、大体私ね学生時代の頃からね、リプトン紅茶ね、あれが一番色が綺麗だ、それでリプトン紅茶をこう入れる、そして紅茶の色を楽しみながらいつも飲んだけど、その後ね、この頃はティーバッグになっちゃってる。だからそのティーバッグをね、こういうコップに入れてですね、そしてそこへ熱いお湯入れて、こういう蓋しておくわけだ。そうすると、なんていう、ティーポットに入れたことにもなるじゃない。そして、綺麗だなと思ってこう見てたの、いつもね。ところが、これいつもこう、紅茶入れるたびにそれ見てたんだけど、ところがああこれが生死っちゅうもんだってつくづく思ったのはね、こういう私こういう大きなやつでね、そしてここのところにティーバッグをお湯を注ぐでしょ、
お湯を注いで、ティーバッグは浮くわ。それでね、あ、このところにちょっとこれは札つけて。そうするとですね、これがね、ここにこう紅茶が入ってるんだけど、そうするとムラ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 、こうね、降りてきて、そしてこれがまた循環してね、あのこう、こういうふうに循環するんです。そしてね、ここに今、蓋してるんですよ。これちゃんと蓋しちゃうんです。蓋してるんだから、これは不動だ。動いていない。その中で動いてる。だからね、生じっていうことはあることない。この動かない。天地いっぱいの生命だ。天地いっぱいの生命に事実ね、そこで生があり死がありっていうね、動いてる。このね、不動の動っていうね、動かないところに動いてる。不生の生、不滅の滅っていうね、そこがそのこれ、まあ皆さんもやってごらんなさい。それをそれでもって生じ悟らなきゃダメだ。ところがね、我々まだそのこれに対してね、その例えばね、ここに一つの壁、あの白い壁を置いてる、あの幕を置いて、そしてこっちからね、強烈なライトをね当てたとするんだ。そうするとね、こっちのあの、幕の方にはね、ただムラ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 動きだけが見えるじゃない。で、ちょうど我々のその生じもそうだと思うんだね。本当の実物は不動の動だ。不生の生、不死の死なんだ。ところがこれ我々理性、人間理性っていうね、頭は働かしてそういうライトを当てて見てるから、そうすると生と死とね、その生きた死んだっていうのは実にあるかのごとく思う。いや、ここまで話しちゃよくわかるね。これでわかんないとバカだ。それでね、いや、もう私の話はね、周息さんバカだバカだってよく言うって言うけどね、本当にバカだもん。それで今それに対してだ、如来如実の知見はっていう、如来っていうのはね、来たるが如く猿が如く、如来如母のね略です。それで仏さんのことをね、如来様っていうのね、これ如来如母、あの如来如母っていうのはこうですよ。それをね、この如母だけ取っちゃって如来様って言ってね、これが仏っていう。で、来たるが如く去るが如くっていうのは仏の定義だ。それで如実のっていうのは実の如くっていうのは実物が通りっていうね、そういう風な知見で三界の相、この世の中の在り方を見てみるとだ、生じの脈体脈質だ。もしは体、もしは質、あることなしだ。要するにね、生じっていう出入りはないって言うんです。それでまた在世および滅度のものなし、世の中にあるっていうことも、生存してるっていうこともなきゃね、滅度って死んじゃったっていうこともない。で、生と死とはね、その実在的にあるもんじゃない、実にあらず、個にあらずっていうのは、それじゃあその実際にないのかっていうと、ないんでもない、虚しいんでもないっていうのね、空虚でもない、虚無でもないってことが、個にあらず、如にあらず、
意にあらず一女平等っていうね、あの生と死と、じゃあ生と死とべったり同じかっていうとそうじゃない。じゃあ生と死と全く差異格別かっていうとそうでもない。だから女にあらず意にあらずで、とにかくね、三害の三害を見るがごとくならずって、いわゆる三害のこの世の中の人がね、この世の中を見てるようなもんじゃないっていうの、仏さんの知見は。いや、仏さんの目で見ると、だからまた全く違うんだっていうことね。で、これ道元禅師の聖宝現像の弁当話にもね、おおよそ諸仏の境界は不可思議になり、真識の及ぶべきにあらずというのが伝道話の巻にある。本当にね、仏さんのものの見方っていうのは我々のものの見方とは全く違うんだって、そういうことをよく知っとかないと。しかしながらね、事実ね、我々がそういう仏さんのものの見方を、これあれすら今の紅茶でもそう。ところがそう、私、毎日宇治川べりを散歩して歩いてる。それで散歩するのに、ただ大空ばっかり見て歩いて大空ばっかり見て歩いてるとね、これ結局ね、この空っていうのはね、大気圏です。我々の見てる空はね、空気がその大気圏、その大気圏の中に溶け込んでいる水蒸気がね、これ温度の加減で今度は凝結するじゃない。凝結したらそれが雲になる。そして今度また暖かくなれば溶け込んで何もなしになる。これやっぱり雲っていうのもね、毎日毎日こう 見ながらね、あの雲は女性的な雲だな、あの雲は男性的な雲だな、あいつは勢いがいいやって、まあいろんなことをね、その雲をいちいちこう親しみを持って雲を見てるとね、それは人間見てれば楽しいもんで、その点ね、実際これも皆さんやってください、本当に面白い。そしてね、ところがそれが本当にそういう太郎、次郎、花子、はーちゃん、みーちゃん、はーちゃんっていう、そういうような雲があったっていう、それが本当にあるのかと思ったらふーっと消えちゃう。じゃあないのかっていうとある。で、じゃああの雲とこの雲と違うのかっていうと そうでもない。あ、じゃあ同じかっていうとそうでもない。まあとにかく いわゆる実にあらず、子にあらず、女にあらず、意にあらずですよ。だからね、このまあ今のこの文章はまあそういうようなもんだ。だから不生不滅のね、生死っていうのをね、如実に言ってみれば今の話したようなことだ。ところが、その今の我々はこのいつでもその出入り生死ばっかりに関心持っている当の本人だいわゆるこの当の本人っていうね、ものの見方しないと、向こう話を向こう側に置いてあげる、見ちゃうからね。そうじゃない、私自身の話に持ってこなきゃダメだ。で、その当の本人として見るとどうかっていうと、私っていう当の本人もね、これ天地いっぱいなんです。どうせ天地いっぱいの空気を吸って生きていますし、天地いっぱいの水を飲んでるんだし、天地いっぱいのその食物を食って、で天地いっぱいの呼吸をして、天地いっぱいの命を生きてるの。これもうどうせ天地いっぱいに決まってんですよ。いいですか、これから天地いっぱいになろうっていうんじゃないんだよ。その辺がね、いや私はそうじゃないっていう、そういうね、変なところで謙遜する人
そうじゃない、これそういう謙遜をする力も天地いっぱいだ。そういう俺は私はダメなんだってこうねいうふうにふっと頭へ浮かんでくる力そのものが天地いっぱいからの力なんだ。だからね、例えばあの今の時、まあ、ジェット機飛ばしたロケット飛ばしたってね、人類はの何でもできるみたいに言ってるけど、何人間はただいわゆるその地上にある物質ねをこう掘り起こして、そしてそれを加工して、そしてなんだかんだってやってるだけで、それでその加工をする頭も天地いっぱいなんだ。結局天地いっぱいでないもなし、結局は何にもない。その天地いっぱいってまあ大自然からのものです。で結局ね、私が生命の実物っていうのいつも言うのはね、そういうその考える考えられる見る見られるね、あるいはその脳と書、主観と客観、あるいはあるとないと、だから生と死と、あるいは真と妄と、迷いと悟りと、幸福と不幸とってね、ああいうあらゆるね、それからまあ一元と二元とっていうね、そういう一元とって言って、一元っていうと考えると向こう側にある一だ、ところが向こう側に置けば向こう側と俺とっていうんで二つになるからね、二元の、ところがその一元と二元の分かれる以前、あらゆる二つに分かれる以前、これが生命の実物だもん。我々が事実生きしている力も、それから、全く気がつかないけど、体内に血液も循環してるだろうし、それから頭にもいろいろ刻々にはいろんなもんが浮かんでくるんだしね、そういうことはみんなね、そういう1と2と自と他と、あるいは主観と客観とって、全て2つに分かれる以前の絶対一元のね、ものですよ。そういう力だ。でそういうことをね、今我々が思っても思わなくても、それから信じても信じなくても、そのそれでもそういうふうに思ったり思わなかったり、信じたり信じなかったりっていう力そろえぐるみは、もうそういう生命実物の力なんだからね。だからこれはもう絶対事実なんだ、信じても疑っても。大体ね、本当のね、神様でも仏さんでもそうだ、信ずるからあるっていうような神様はダメなんだ。信じても信じなくてもあるのが本当の神様。今言うその生命の実物っていうのは、どうあってもどっちの頃で迷ってもね、絶望してもどんなことになっても、その生命の実物は生きてるっちゅう、それが絶対事実ですね。そういう絶対一元の生命実物生きてんだけど、ところが今その中で我々は生じしてる、生があり滅がありね、迷いがあり悟りがあり、自分があり他がありと、こういうふうにね、いろんな雑多の世界がある。それは一体自分の話としてね、当の本人としてね、一体何かって考えてみると、それはね、いわば色眼鏡かけてるみたいな、この頃はサングラスってのかな、とにかくもう色眼鏡かけて見てると、全てが色の世界になっちゃう。でところが今我々はだから人間理性っていう色眼鏡かけてるから、人間の世界がこれみんな人間の世界と同じもん
この世界があるんだと思ったら大違いですよ。例えば真夜中でも見えるにあの動物もいるんだとすれば我々の目とも違うってに決まってんだ、はい、でその我々は人間のものの見方をしてる。ところがその人間のサングラスも人間の色眼鏡ぐるみがこれ手地いっぱいの生命の実物が力が働いてるんだから。だからね、結局絶対一元の世界にありながらまたこういう多様の世界を見てるっていうことね。ところがね、ここはね、その普通の我々の常識あるいは今の西洋の考え方の違うところはね、西洋の哲学なんかでもね、一つの認識っていうことが起こるのはね、認識主観と認識客体ですね、認識対象と、その二つが関係し合って初めて認識が起こるっていう、これはまあ、西洋哲学の認識論の初っ端に出てくる。要するに西洋の考え方は初めから二つに分けちゃってる。そして二つに分けてそれが関係し合うことによって初めて具体的なその経験が起こるということにしてるのね。ところが一旦二つに分けたものを一つにねこうくっつけてね、その実際に生き生きしますか。例えばね、首切っちゃった、あんまこれあれだって言って二つこう胴体と首とちょっとくっつけて、それで縫い合わせてさ、それで愛したって言ったって、これもう一旦切ったらねもう死んじゃってるんだ。それをね、西洋はその点全て分析するっていうね、これ分析してバカにね分析するからよくわかるわ、あの分析の分がわかるっていうとかだからよく話はわかる。しかしながら分かった時にはもう話は死んでんだってことだ。でね、それに対してそのインドから始まった仏教はね、そういう二つに分けた話から始まらないんだ。生命の実物から始まる。生命の実物から始まってどこまでも生命の実物に住み清くなっていく。頂上っていうのね、絶対一元が絶対一元にいかに住み清くなっていくかっていう、それが仏教のね、仏教っていう宗教ですよ。だから今絶対一元の生命の実物を生きてるっていうといかにも難しいようだけれど、そうでないみんな生命の実物生きてんだっていう、そこでまずねよく知らなきゃならない。でだからこれはね、思っても思わなくても肯定しても否定しても信じても疑ってもそうなんだっていう、そういう思ったり否定したり疑ったりっていうその力そのものが生命の実物だからね。でそれっていうのはそのあらゆる分別はね、我々の色眼鏡を通して見るからなんていうことだ。で、ほらそういう色眼鏡我々は かけてる当の本人だ、またそういうふうに話を向こう側に持ってっちゃダメだ。
当の本人として見たら、そういう色眼鏡見て生きてるんだね。そうすると一体どういうことになるかっていうとね、それが次に出てくるね、その奇妙っていう中の分別や思いは頭の分泌物っていう話になってくるわけです。だけど、まあ今日はこれだけにして、明日に。昨日申し上げたのは、我々その結局ね、あらゆる二つに分かれる以前、絶対一元のね、生命の実物を生きているんだという話をして、そしてしかしね、その我々そのまた同時にたくさんのね、いろいろのものを単純にただ一つのものを見てんじゃなくて、たくさんの多くのものを周囲雑多をまた見てるんだ。というのはどういうことかっていうと、我々、ね、そういうこう分別する頭を持ってるからね。それで要するに分別するあの人間理性っていう色眼鏡をこうかけてるから、そうするとその色眼鏡を通してあの見る世界は自由雑多なね、あの世界が現れる。しかしだからこの眼鏡そのものがその生命の実物なんだね。だからまたそれぐるみ絶対一元の世界であるっていう、まあそういう話をしたわけですね。そして結局ですね、そういうところがあの昨日の最後のところでは、そういう色眼鏡そのものがね、我々かけている当の本人だった、その観察者としてじゃなくて、実際我々そういう色眼鏡をかけて生きているんだ。そうすると そういう色眼鏡はどういうものかっていう、それで、それはね、分別や思いは頭の分泌物っていう、その 話が次に出てくるんだっていう話、そこまで話したわけですね。それでその次のね、機能の、まあ私の下手なシーン見てください。下は呼べないけどね、その分別や思いは頭の分泌物、生児の分別超えている今の生命実物に今帰ることを奇妙という、今奇妙今拝む天地いっぱいただ拝むところで、その分別や思いは頭の分泌物、それの、その私の中央ね、またご覧になってください。分別にですね、分別や思いは頭の分泌物、生物としての人類には生存のためにあれかこれかを分別して考える能力が与えられてあり、これは生理器官としての頭から分泌してくる。しかしこの生存のための分泌物、思いによって死の問題が片付くことはない。ただ拝む座禅念仏をも含めて、頂上新人において
掃除ぐるみの生命実物に変え、奇妙するのが仏道である。私はね、この印刷物作るのにね、天候だけをあげようと思ってた。だけど少々私の言葉による注釈も入れざるを得なかった。でまあこれは私のいつも使っている言葉の注釈ですね。大体我々ね、自分が生きてるっていうのはね、これは生物として自分、俺なんだっていう、これは大体もう分別が働いてるわけだ。それでその分別っていうのはね、分別してこの俺が生きるためにはね、また同時にこれを食っていいか、これは食っちゃいけないかってね、野菜なら食っていいけれど、だけど毒素を食ったらダメだって、それであれはいけない、これはいいと、いつでも分別してればこそ生きてるんですよ。いや原始人類だけがその食い物をどれが食えるか食えないかってね、分別するんじゃない。今我々日常でもね、赤信号したらね、ほら出ちゃいけないんだと分別するんだね。だけどまあみんなと一緒なら構わないって その点ね、いろいろ頭働かして、そして生きてるわけだ。でところがね、そういういろいろの頭の思い、これは どうするかっていうと、この頭からね、これ分泌物だって、これは私の名言だね。思いっていう人間の思いをね、分泌物だって言い切ったっていうやつはね、地球上私が初めて。だけど分泌物だ。で思いってやつは手に取ってこう掴めるもんじゃないんだから、物ってのおかしいって言うなら分泌エネルギーとでも言ったらいいんだね。でもとにかく頭から分泌していく。分泌っていうのはね、分っていうのは分かれる、それからピっていうのはね、染み出すっていう意味だ。だから要するに染み出してくるわけで、唾液腺から唾液が染み出してくるし、それから副腎から副腎皮質ホルモンっていうのが、分泌してくるっていうことね。私そんなの見たことないけど、そういう話だ。それと同じように頭からね、我々いろんな思いが分泌してくる。だから分泌物なんだからね、これがね、我々の生命の主人公であるはずがないんだ。ところがみんな勘違いして、我々生存するためにはね、いつでもその分泌物を使って、そしてあれかこれかって判断しながら生きてるから、そうするともう俺の主人公だと思っちゃう。これがその全ての間違いの根本だ。これは仏教には無明っていうんだね。それで頭から染み出してきた思いね、それから分別で、それで振り回されてる。やっぱりこれ年取ってくるっていうのもいい ところがあるね。若い頃のことと今年取ってきた自分とこう考え合わせてね、ああ年取ってきたくだくだだと思うのはね、綺麗な女の子見て、綺麗って言ってね、それでもって思わずその後
ついていっちゃうっていう、そういうことはなくなった。それはね、やっぱりね、そのそういう、あ、綺麗だなって言ったら、その思わずついていっちゃうっていうのね、これは分泌物を分泌物と知らないで、それによって行動してるわけです。ところが年取ってくるとね、あ、綺麗だなって言ったってね、それでも、あ、これは俺の分泌物だってね、まあ、そういう見渡しが効いてる。この沢木老師が言われたね、あの仏法とは見渡しの効くところに立って低いところで乱れることであるっていうね。このいや、普通の仏典にはね、あの山の上に立ってそしてあの見渡すことであるというような言葉が出てる。それも沢木老師は見渡しの効くところに立ってっていうの、この見渡しの効くっていうね、表現が非常にねピンとくるじゃない。結局そうなんですね。でところが人間ってやつみんなその思いをその俺の主人公だと思って、これは万能だと思ってんだね。それで思いでもって何でも片付くもんだと思ってる。いや、今の20世紀はことにそれが甚だしいね。何でもかんでも人間がその分別でもって片付けられると思ってる。ところがね、分別によって死ぬっていう一時は片付かない。いくら分別働かして、それからまた考え事をしたからって言ってね、死ぬってことがもうなくなるわけじゃない。いや、今の何て言うかね、医学界っていうのかな、一生懸命死ぬってこと、いろんなことを研究して、その何て言うか、子供を体外受精っていうか、なんかやったりなんかしてるけど、それでもこれね、そのすでに生命の実物としてある卵子と精子とっていうね、それをただこう人工でこうくっつけ合わせようってこういう話でしょ。それ作り出すことはできない。精子も精子一つ作り出すことできやしないし、卵子一つ作り出すことできやしないし、それと同じように今度は死ぬっていうことをね、その、いくらお医者がその強心剤打とうとね、人工呼吸しようと、死ぬことをなくすることはできやしない。で、いや、発達して霊魂の世界も落ちてね、言うけど、霊魂が霊魂不滅って言ったって、霊魂不滅っていうことをね、まあ、考えるやつがいたら来たらバカだと思うね。またバカだいや、霊魂がもし不滅だったらさ、地球だってよ爆発するんでしょ。それから太陽系宇宙だって、まあいずれ消えてなくなることがあるかもしれない。宇宙そのものがあれするんだ。それなのに俺の霊魂だけその空間の中に漂ってたって、そんなことあるかって、そんなことあったかも、もう参っちゃう。それこそこれもやっぱり死ぬってことがあるんで、結構だからね、その人間の思いでもってその死ぬってことは片付けられるはずはないんだ。で、この死ぬっていうことの問題を本当に片付けるのには、その生死が分かれる以前の生命実物に帰る以外にないっていうのね。だから奇妙っていうのはね、
もしだから我々がね、あの分別を本当に働かしたいと、私の我々のあの頭の分別能力を本当に働かしたいってなったら、あの本当の、死ぬっていう問題を片付けるのには生命の実物に帰る以外にはないっていう、そういう方向に働かさなきゃダメです。それみんなそういう方向に働かしてないじゃない。そういう方向に働かしてんの私だけ頭いいから。でね、結局そのそういう絶対一元の生死を超えた生命実物に帰ると、それが奇妙。奇妙ってのはね、生命に帰る。で仏教ではね、だからこの今度三の中読んでみてください。奇妙とは南無、ひとたび南無を称すれば皆すでに仏道を成ず。これは法華経の方便文の言葉です。要するに奇妙ってことね、仏教では南無って、それで要するに南無仏とかね、南無阿弥陀仏とか南無比叡三宝とかいう、あ、その南無、それでその南無はあの一たび南無仏を、あ、このところひとたび南無を称すればって書いてあるけど、本当は南無仏ですね。一つ仏が抜けてる。ひとたび南無仏を称すれば皆すでに仏道を成ず。この一生南無仏、戒以上仏道っていうね、法華経の方便文になる。結局私がね、分別や思いをいくら働かしたって死の問題は片付くはずはない。そうでなくしてその生命の実物に変えるっていうのを、分別や思いは頭の分泌物でね、それは主人公じゃないんだ。それで本当のその生死の分別を超えているあの生命に帰る、そういうね、私のその言葉の典故はこの一生南無仏、戒以上仏道。この一生南無仏、戒以上仏道っていうのは、これは素晴らしいね、また仏法の極意ですよ。極